文化放送ガキパラ、ここからはこの方と一緒にお送りしましょう。ドラゴン足のフロントマンとしてロックシーンの最前線で活躍し続ける古谷健二さんです。こんばんは。こんばんは。お久しぶり。よろしくお願いします。お久しぶりです。もういきなりだけど、僕とマッチは実はこのラジオ番組を始める前に一度会ってるのが、うん、そうなんですよ。なんとなんと健二君のスタジオでちょこっとご挨拶させてもらったのが初めて、私と武田さんが、シンディが。なるほど。じゃあ別の制作でいたの、いたっていうこと。そう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 、うん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 、そうなんですよ。あれなんでマッチいたの、あの時健二。何の時か分かんないけど、全部バイオリン入れてもらってるんだよね、すごい昔から。あ、そうなんだ、うん、そうなんですよ。あ、その時以降もずっと続いてんの。それかなりお世話になって、うん、結構何曲も一緒にやってる。あ、そうだったね、うん、そうなんですよ。で、確かあの時初めてケンジさんのスタジオに行かせてもらった日で、うん、で、多分シンディ先にサックスを取ってらっしゃったんですね、うんうん、で、取り終わったっぽいタイミングで私が行って、うん、武田真嗣だよってご紹介してくださって、うんうん、でご挨拶して、あ、岡部と申しますって言ったら、すっごい素っ気なかったんですよね。やばいよね、塩やばいよね。いやいや、じゃあ岩塩買ってぐらいの塩対応。塩なんで、マジで。じゃあ、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 俺がその時あっさりしてたのは、あー、これが KJ の女かと。なるほど、なるほど、なるほど、ね、定調なるほど、ね、一番何にも問題ないのは、ね、あの丁重に、あの目を取る、ね、距離を取る、全然目をしてくれる、うん、そういう理由。あ、こういう子がタイプなんだみたいな。そういう感じで。結婚前、これ結婚前だから。竹田君、違いますよ、違います、違います。結婚前の話だから。全然何年も前の話。なんだ、なん、ちょっと待って、今何年も前の話だから、それは触れないで、忘れて。誤解のないように言ってきますけれども、うん、本当にバイオリンのレコーディングというものを教えていただいた存在なので、ケンジ君って。あ、そこが不思議なんだよな。だってそもそもカフェでバイトしてたからね。そうなんですよ。どっちが俺じゃね。何ですか。この状態で。この状態でって勝手に見せないでくれ。そうそう、マッチがね、ちょっと聞いてよ、カフェで。そうなんですよ、うん、私が大学生の時に、うん、青山のカフェで初めて人生初のバイトをしていたんですよ、うん、そしたら店長がケンジ君と仲良くって、うん、でケンジ君がお店に、イサムちゃんね。そうです、イサムさん、にイサムさんご存知ですか。知ってるよ。あ、そう、イサムさん一曲フィーチャリングしてるよね、うんうん、そのイサムさんのお店で働いてたの私。あ、そうなんだ。そしたらケンジ君がいらっしゃってて、 それじゃあよ、ちょっと、え、昼間、夜も、夜もです、夜もです。そうなんだ、カフェで。それでバイオリンやってるよっつって、そしたらそう、イサムさんという店長が、うん、ケンジ君にこいつバイオリンやってるんだよって言ったら、ケンジ君がすっごい気軽に、じゃあ今度バイオリン入れてよって言ってくれて、そうですよね、ケンジ君、うんうん、ね、そういうところがね、ケンジ君のこうストリートたるゆえんというか、ね、その道で出会う出会いみたいなのを本当に昔から大事にしてるみたいな印象はあるかな。でも私その時ってポップスのポの字もやったことないような状態の大学でクラシックやってるので、うんうんうん、初めてケンジ君のレコーディングに伺って、あのやり取りさせていただいた時に、ケンジ君に最初にリズムっていうものを教えてもらいましたもん私。まあ、どうだったのその時。全然できなくて、もうケンジ君がすっごい一生懸命付き合ってくれて、うん、俺実は、ね、そのやり取り、そこは見てるんだよ。あ、そうです、本当ですか、恥ずかしいですね、遅い遅いって。そう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 。ケンジ君に遅いって言われて、何がだろう、OK 頑張りますみたいな。もっと前っっ、それすっごい覚えてます、うん、私ケンジ君。あ、なんか俺その時プレイが始まったのかなって思って。遅い、遅い、もっと前から なんかのプレイが始まった。俺には遅いってことだよね。で、俺もうこれは追い飛ましなきゃと思って、うんうん、イチャイチ、これがイチャイチャなのかな、音楽家同士の。そうなんですよ、教えてくれましたね。そう、恋愛の話だけでちょっと全部お話なんか終わっちゃいそうだけど、はい、まあ、ちょっとちょっと今日なんで来てくれたか紹介して、ちゃんと。はい、今日ですね、古谷健二さんが来てくださったのは、私たちとね、ゆかりがある仲良しだからなのはもちろんなんですけれども、うん、それだけじゃないんです。3年4ヶ月ぶりのソロアルバム、ザ・ペンデュラムを間もなくリリースするからなんです。ペンデュラム、ペンデュラム、振り子って意味なんでしょ。振り子って意味だよ。広めてってるよ、ごめん。宣伝にしに来てんじゃん。ちょっと俺はあんまりほら、こういう高校と明かりがついてる場、そんなに慣れてないから、うん、急に二人がこう普段とは違うとこから声が出てる感じがちょっとびっくりした。そういうの言っちゃったね。いつもこうです、うん、ね。そんなに大きな声出さないじゃん普段と思いながら。でもなんかすごいな、ツートーン上げてる。ごめんごめん、うん、じゃあこれはマジなトーンで聞かせて。なんだろう、
このアルバムのコンセプトみたいのがあったりするの、うんうん、まあ、そもそもこうソロをやり始めたきっかけは、うん、そのまあドラゴンアッシュってバンドを21年間ぐらいやらせてもらってて、まあ、こう人をかき立てるとか、まあ、ライブでいうところのモッシュやダイブっていうのを誘発させたりとか、まあ、こう誰かの体とか他者や自分の体を突き動かしたいんだよね。その青春性だけでドラゴンワッシュっていうのは今でもやれてるし、まあ、ありがたいことに喜んでももらえてるっていう。でもそのモッシュやダイブを誘発させる体を突き動かすっていうのに焦点を全ステータスを振ってやってると、それにはこうそぐわない方法論とか世界観みたいなのは自分でこうそぎ落としてこうこぼれ落ちていくんだよね。バンドの中に持ち込めない、そうそうそう、まあ持ち込まないって決めてるだけだけど、うん、みんなは何でもやろうと思ってるだろうし、何でもやれるメンバーだしね、まあ、ただ俺がその香料を強くするためにこうなんていうのかな、一眼レフみたいなさ、もう本当一部にしかスポット当たらなくてもいいから強い光量をこう放ちたいんだよね、うん、でその分 こぼれ落ちるものがあるっていうのは承知の上で、まあ、たまにこうしんちゃんとも一緒に、ね、舞台の音楽やったりとかそういう実験的なものやったりとかしてたけど、そういう中でもう そうこぼれ落としてそぎ落としたものでもう足の踏み場がなくなっちゃったんだよね、自分の中で。でもこう自分で拾い上げてこうな自分で抱き起こさないと俺がもう前に進めないなと思って、その音楽家として、だからまずそれを拾い集めようっていう作業がソロのきっかけだったんだけど、まあ、それが1枚目で、2枚目はもうそのそれも対比だけど、体を動かすためにやってるからできれば自分や他者の心を揺り動かしたいって思って、で振り子ってさ、片っぽに触れるからこそその透過交換の反動としてもう片方に触れるじゃん。だから怒りから急にこう悲しみに行ったりとか、笑顔から急に泣き顔に行ったりとかしないじゃん、人間の感情もさ、徐々に徐々にその人によって速度は違うけど全部こう描いて通過していった後にそこに至ると思うね。だからそういう、光と闇とか朝と夜とか明暗とかそういろんなものをそのこう描いて徐々に徐々に残像を残すようなこうアレンジにしてみたいっていう感覚でペンデュラムっていう名前にしたの。え、今聞いてた？いや通り道を描いてる、聞いてるよ、聞いてますよね、もちろん分かりました。あのいい話してんだから俺も、俺いじりで途中から壁見るよ、ピントが壁になってるから、ちゃんと聞いてる時はさ、うん、いやそれはメモ、俺だってねそんな21年やってんだからキャンペーンうまいから、そうなの、ちゃんと自分の作品の意図伝えるのはうまいから、ごめんごめんごめん、うん、だからその通り道、そのグラデーションを音楽で表現するって、うんうんうん、そうそうそう、だからその聞いてるじゃん、俺聞いてる、ダイブやモッシュに照準合わせると、うん、それやっぱ突飛なアレンジだったりとか、うん、こう人をびっくりさせるみたいな、うん、焚きつけるようなこう変化のつけ方は絶対させるんだよね、うん、いつもそういう変化の仕方じゃないっていう、うんうん、で作詞作曲だけじゃなくてあの、うん、ギターベースドラムキーボードって全ての楽器を全部プリンスばりに、うん、これはもうそれも自分のルールだったの。そうだね、1枚目の時はもう完全に一人でやったんだけど、うん、だから鳥もそれこそ録音ボタンを押してブースに走ってって、うん、ギター弾くみたいな、エンジニアさんもいないで、うん、でオケ全部作った時点でエンジニアさんとディレクターさん呼んで、うん、で歌はほら自分の体を使う楽器だからこう何とも自分では俯瞰で見れなかったりとかジャッジできないの、うん、だからそこはその他者の判断を仰いだ方が俺はなんかプレイヤーとしてやれるから、うん、ディレクターとそのエンジニアに全部歌のジャッジは委ねて、うん、そのジャッジはもう結構え本当にって思うような時でもその通りにしちゃうもんですか。そうだね、やっぱなんかヘッドホン通してんのとさこう天文にとかから素直な音で聞いてるのって全然違うじゃん、うん、その自分一人でやるっていうルールなくしてくんないかな。いいいい、なくさないの。何に入り込もうとしてるんですか。それなくさないのよ。いや、以前にも曲作り一緒にやって何曲か出てないのある。そのルールなくなるとそれも世に出しやすいってこと。次にあの別に売り込む時間じゃないので、ね、はい、アルバムの話。次に3年後とかになると俺もう50歳だから。
マジで見えないね本当。頼むよそのルール一回外してほしいね、まあ、じゃあちょっとガキパラっていう番組は ね、うん、音楽を愛する人もしくは、ね、音楽を志す人に向けてる番組なんで、うんうん、素晴らしい。ケンジ君が音楽と出会った、うん、どうしてこの道でやっていこうと思ったみたいな、そういうきっかけになったり、まあ、遡って出会いからも話してほしいんですよね。最初に出会った楽器とか、うん、そういうところを伺っていいですか。自分のお年玉で自分の意思でこう買ってっていうんじゃなくて、うん、自分のお金で CD 屋に買いに行ったのは、小学校5年生の時に、うん、ハイスクール落書き2っていう、うん、斉藤由貴さん主演のドラマの、うん、テーマがブルーハーツの情熱のバラだったんだよね。そうそれこそさっき広瀬の声流れてたけど、うんうんうん、で情熱のバラから後追いで、うん、ブルーハーツ全部聴き漁って、うん、でもちろんこう学生の時にワンマンライブにも行ってみたいな、うん、最初に始めたバンド俺ベースだったんだけど、うん、そのバンドはほとんどが8割7割8割ぐらいがブルハのコピー、うんうんうん、でオリジナルちょっと作ったりとかやってたんだ。その時は歌歌ってなかった。歌歌ってない、ギターも弾いてない。ベースなのか。ベース、でそれこそ、うん、じゃあラグビー部で組んだんだけど、うん、お前ベースねって言われて、うん、先輩の学祭を見たんだね、うん、中2の時にね、うん、で俺たちも3年生になったら1年間練習してあの視聴覚室のステージに立とうっつって、うん、でみんなで始めたんだけど、じゃあいわゆるみんなが踏む手順踏んでるんだね。ああ、もう完璧にみんなが踏む手順踏んでる。突で90それこそあの20世紀最後に最大のエポックメイキングと言ったら、やっぱり KJ の登場っていうのは日本の音楽史ではもう絶対に避けて通れない、うん、いえいえいえ、そう言われてもう彗星のごとくだったけど、ブルーハーツのコピー、要は8ビートのコピーから。そうだね、うん、あとまあその中学そのバンド始めるときに、うん、ターミネーター2だね、うん、ターミネーター2でガンズ&ローゼスの Use Your Illusion っていうアルバムの、うん、You Could Be Mine っていう曲がテーマだったんだよね、うん、でそれで、うん、そっからもう洋楽ね、がっつり、うんうん、何だ、そのビデオに、うん、大きな蛇と、うん、下着の金髪とお姉ちゃん、ね、レスポールが出てきて、うん、レスポール選んじゃうのスラッシュみたいな。そのなんか3つが並んでて、でもレスポール選んで、うん、すごい崖で風が強いところでギターソロ弾くみたいな、やられるね、かっこよみたいな。でもストラップの、それこそギターのストラップの長さとか、うんうん、低めの弾き、そう弾き方とか、うん、腰の動かし方とかもう全部こう真似して、それこそビデオ擦り切れるぐらい見てみたい。もういや、まあ、そこまでもまだ普通にロックキッズだね。もうずっとロックキッズよ。だから同時に俺らはあの時代的にビースティーボーイズとか、うん、急にこうハードコアバンドがターンテーブルとサンプリングで急にラップやりだしたりみたいな時のモロキッズだから、例えばそのドラゴンアッシュっていうのが今日ソロで来てくれてるんだけど、ドラゴンアッシュでね、急にやっぱりリズムが音楽って空飛べんだみたいな、転がるだけじゃないんだみたいなことを体現したと思うんだよね、日本で。 あの辺のアイディアっていうのはなんかあの歌の歌詞の中にもあるよね、ジャッジメントナイトを聞いたって、うん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 、映画のサントラ。そうだね、ジャッジメントナイトっていうあの映画のサントラがいわゆるこう今の日本のミクスチャーバンドって言われてるバンドたちの多分創世期に出たアルバムなんだけど、うん、なんかハードコアバンドとヒップホップの人が一緒に曲を全部作ってる、うん、ロケをバンドが生でハードコアで演奏して、ラッパーが初めてその生のパンクとかハードコアのバンドの演奏でラップをするみたいなので、みんな衝撃受けてこれだろっつって、でみんなやりだしたんだよね。早かったよね。いや言うてもでも俺ビッグバンドの前座とかもやってるよ今日。それビッグバンドって何のことか、ドラゴン今あそこにいるんですけどね、今日後で来るドラゴンやってる。あったありましたありました。もう急にドラクマナイトとか急に思い出しちゃってもうパンって10代に戻ったわ。10代はねドラクマナイトいけないんだけどね。そう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 。そうか。なるほど。あのね、今回あの、うん、いいですか、そうアルバムのお話を聞かせてもいいですか。あの聞かせていただいて歌詞もすごく読ませていただいて、うん、なんて言うんでしょう、あのなかなか人が言葉にできない部分を言葉にしてくださってるなっていうか、言葉にならない感情って絶対あるじゃないですか、うん、そこをすごく
なんか歌詞からすごく感じたんですけれども、うん、音楽も含めて歌詞を書くことも含めてなんかすごくいろんなものをやっぱ刺激とか、まあ、吸収して、うん、まあ、PV のアイデアとかも含めてなんですけど、やっぱ普段からそうアウトプットするためのインプットの仕方って何か心がけてたりあるんですか？うん、インプットの仕方は特に心がけてないけど、うん、SNS をしない理由は、うん、曲が作れなくなるからと思ってしない、うん、だ本当は今こう特にバンドマンなんて、うんうん、こう自分からこう出ていくのも苦手だし、こうメディアにもできるだけ距離を保ってその自分の聖域は脅かされることなく純粋に音楽を作ってその音楽を愛するキッズと狭いライブハウスで一生を終えたいって割とみんな思ってるから本気でね。だから生活が成り立つんであればこう大なり小なりみたいなことはそんなに気にしないのよ、うん、なそのみんなが別に食ってるからってカップラーメンが一番うまいわけでもないじゃん。カップラーメンはカップラーメンで大切だけど10杯しか出さないラーメン屋のラーメンだってさうまいし、その量とかの問題ではないっていう感覚が多分、あとまあ競争でもないし、ね、で感覚が強いからなんかね、 SNS で自分でファンに発信するっていうのは絶対今のバンドマンとかだったら大事だと思うんだけど、うん、あれですね、そうそう、俺はそこで言いたいこととか何かをこう誰かに投げちゃうと、もうそれでこう自分の中や誰かの中で咀嚼されて、うん、歌詞が書けなかったりとか、うん、そのテーマになるものを一つ取りこぼしてしまうみたいな感覚がちょっと怖いんだよね。なんかおしゃべりなのかアーティストなのかっていうのがちょっとわ自分で分かんなくなってきちゃうと思うから。かっこいい。根がおしゃべりだからね。あ、そう？すごいしゃべるの好きだし、だからなるべくそういうのは全部曲に行くように心がけてる。全てを音楽に落とし込めるように、もう携帯のフリーメモとかもう一言ワードみたいなの何十件も入ってる常に。へー、そうやって、うんうん、どう、あの子供とかの存在っていうのは音楽に影響してる？まあね、これは武田君に言って果たして分かるのかっていうね。いやそれいいように言って俺がその道に行くか行けるいきいき頑張ろうと思うか、ね、やっぱりご指導ご指南いただいて距離取ろうと思うのかもう教師だよ。それはもうだ、2人とも歴代のさ彼彼女のまず選択を誤ってるじゃんね。ちょっと待って、やばいやばい、ちょっと待って、やばいやばい、ちょっと待って、彼彼女1人に1人ずつぐらい言おうかじゃん。ちょっとそれは1人に俺だけじゃないのね。いや全然知ってるよ。マッチーのもね知ってる知ってる。いやケンジ君だいぶバレてますよ、うん、真っ赤だよマッチー顔。恥ずかしいです。あ、そうなの、俺そこはね踏み込んでないの。そうなんだ、謝ってるでしょう。あ、そっか、勉強になりますね、うん、やっぱそれはまた次回でいいかな。なんで帰らせようとしてんだよ。それはまた大丈夫だよ。ちょっと打ち合わせしてから精査してからね。なんかいいアルバムはいいんだよ。メール来てないかな。出る時に出るから、もう叱るべきに時に出るから。ケンジ君にメール来てんじゃないの？あ、来てるわ。ほら聞きましょう、うん、質問。ですね、武田さん岡部さんともにドラゴンアッシュのステージでフレアさんと共演したことがありますが、うんうん、フレアさんのエピソードで印象に残ったシーンありますか？逆にフレアさんもお二人のエピソード、あ、こっちはいいわ。なんかある？え、なんですか質問？うん、いや、なんでしょ、じゃあ印象に残ったこと、ステージとかあの、まあ、レコーディングとかで。もうとりあえず私はもうファーストコンタクトがすっごい印象強くって、もうリズムについて教えてくれつつ、本当に誠実に教えてくれるんですけど、うん、こっちはドキドキ緊張してるんですよ、うん、でその時の癒しがすっごい可愛いワンコ2匹いたんですよ、うん、だからきっと大丈夫って感じで、最初はワンコに癒されながらドキドキやってましたね私は。すっごい犬に優しいんですよ。犬に優しい、めちゃくちゃ愛犬家ですよね。うん、しんちゃんもクソバカの犬飼ってたよね。あのね、バカまだ生きてるからね、あの犬、うん、誰かの犬、あの撮影のやめろ。ちょっと何ですかそれ、新しい情報。いやいやいや、じゃあ、まあ、ざっくり言えば、じゃあ別れた女の子が犬を置いてっちゃったんで。そんな大きな声でやめろって言っちゃダメだ。いやで、だからその時よくケンジ君と、まあ、映画のサントラとか舞台のサントラ一緒に作ったりしてたから、作らせてもらってたから、犬をさ、あの連れてくんだけど、その教育を全くしてないから、あのケンジ君的にはテーブルに手かけたりそれだけでも、それは教育なってないってことなんでしょ。でもうちのその、まあオードリーっていうのはもう懐かしいでしょ。オードリーも手テーブルにかけるし、あのもう遠慮なく気分でワンっていうの。俺ね、ケンジ君って本当に人に怒ってるの見たことないんだけど、うちの犬がワンワンって言った時に俺の目を盗んで
俺が差し入れのコンビニのお菓子買ってたそのコンビニの袋を結んで、はい、結んだ玉の方でオードリーの頭をカチンとしたロックスターらしからぬ、もちろん痛くないんだよ、あのビニール袋丸めたスコーンって叩くっていうシーンを見た時に、この人もやっぱり人間なんだなと。不正ですよ、不正、ちゃんとしてるんですよ、安心したんだよね、しない、うん、ちゃんとしつけができる人なんですよ。俺はもうだからそれは多分ね、それは誰も知らないロックスターの多分他で見ることのない一面だと思うよ。いや、うん、知らない話出てきますね。いや面白いわ。びっくりしました。これまあね、ちょっとアルバムの話ですよ。アルバムっていうかもうこんな時間だよ。もう時間がかなり差し迫っておりますが、6ページぐらいまで飛んじゃおうか。そうですね、そうですね、ちょっと全然言ってないじゃん。全然聞けてないんですけれども、うん、それも俺たちだけのせいじゃないよ。そうだね、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 一緒に責任を取ってもらって、うん、じゃあ最後のこの質問ね、こちら言っときましょう。なんだ、はい、うん、あの改めてになっちゃうんですけれども、うんうん、最後にニューアルバムザ・ペンデラム、古谷さんにとってどんな作品になったと思われますか？うん、まあ、文字通り、うん、こうバンドマンが一回のバンドマンがソロやるっつってもね、いろいろ形はあると思うんだけど、本当の意味でよりこうね、いい年こいてキャリアも積んできて、そろそろこう自分のサイズとか器とかスタイルみたいなのが本当にこう固まってくるお年頃なんだよね、うん、そこを今一度抗ってみたいと。まだもうちょっとこう熱が冷めきってない部分があるのであれば、滑稽でも変な形であれ、そのこう器をどっかしらがポンって伸びたりとか、うん、何かこう形を変えていきたいと願って作っているので、うん、本当にほぼ本当に一人っきりで作ってるんで、まとめる作業と壊す作業が同時じゃない、そろって、うんうんうん、辛い作業だったんで、うんうんうん、確かにそうかもしれない、うん、そういうもう、まあじゃあ魂のアルバムっていうことだよ。そうですよ、うん、その話ばっかり。もうちょっと詳しく喋りたいんだけど、アルバムのこと。もういいってな、ね、もういいってな、ってなごめん、まあ、俺もだ、ごめん、統計チッチッチッってやっちゃった。大事な話いっぱい聞きたい。全然ちょっとね、あの質問コーナー半分以上聞けてないんですけれども、しょうがない、しょうがないよ。いいんですかね、これまとめるしかないです。まとめるしかない、もう行くしかない、うんうん、6ページに飛ぶしかない。わかりました、じゃあ飛びますね、うん、はい、古谷健二さん3年4ヶ月ぶりのソロアルバム、うん、ザ・ペンデラム10月17日発売です、うん、10月22日からは古谷健二ファーストライブツアー、うん、ザ・ペンデラムパフォームドバイ KJ&ザ・レイヴンズがスタートします、うん、詳しくは古谷健二さんの公式サイトをご覧ください。これレイヴンズに俺は入ってるのか。入ってないですね。渡りガラスに入ってないです。、はい、ですか、ありがとうございます、はい、最後にニューアルバムから現在先行配信中のこの曲をお送りしたいと思います。こちらどんなメッセージを込めた曲でしょうか。はい、まあ、あのフードをかぶってたりとか下向いてたら、そのフードの上にある木々のせせらぎとか風のささやきみたいなのに気づかないだけであって、自分次第で世界は今でも美しいという曲です。素晴らしい、素敵ですね、うん、ちょっともっとお話伺いたかったので、うん、ぜひまた機会があったら改めてもう一度来ていただけると嬉しいなと思います。そうだね、うん、はい、ゲストは古谷健二さんでした。ありがとうございました。さあ、うん、健二くんかっこよかったね。いや、まあ、やっぱりその人を引きつけるっていう意味ではちょっと脱線したようなこうバカ話もの話術もあるし、うん、あと、まあ、自分のその作品を語る時の真摯な姿勢とか眼差し、もうやっぱりこうロックスターなんだなっていうのを ね思わされるね。なんかこうすごく自分の意思がしっかりお話しされるのに、うん、なんでしょうね、なんかこうだからって言って他者を否定するわけじゃなくて、うん、なんかすごいもう懐の深い方だなっていうのもね、人間的にもからしたらさ、ケンジ君とかも最初に音楽もう携えて社会に出た時のさ、うん、最初に触れた人の上司だからさ、え、私もはっきり言って今週アルバム聴きながら昨日とか涙ぐんでましたから、感慨深すぎて、ただの大学生だった私を、こうレコーディングスタジオに呼んでくれたあのケンジ君とこう長く、ね、お付き合いさせていただいて、ついにゲストでお呼びできる10年以上越しでって、うん、なんかこうすごいことだなと思って、そうだ、ね、めちゃくちゃ感激していますが、うん、本人にはまだその気持ちを伝えきられなかったですが、なんか持って、はい、持ってると思うし、そうだから来てくれたと思うよ。いや、本当素敵です。ね、うん、ゲストの感想で、ジャスミンさんからメールいただきました、
今まであまり聞いたことがなかったケンジ君の真になるお話がいろいろ聞けて嬉しかった、うん、待ちに待ってた素敵なゲストありがとうございます、うん、次回はケンジ君の知ってるシンディマッチの秘密の話も聞かせてほしい、ぜひぜひ2回目のゲストのアポよろしく、ニューアルバム楽しみにしていますということなんですけども、うん、はい、あのね、本人もね、うん、あの今日喋り尽くせなかったから3時間スペシャルぶち抜きで俺で組んでくれって言うんだけど、ね、おっしゃってましたよね、そのうち2時間は2人の秘密を喋るって言って結局あれじゃあ音楽の話できないじゃん、音楽の話そうそうそう、いやっていう捨てゼリフを吐いていきましたね、またね、うん、ぜひ来てくださると嬉しいですよね、そう、あの、うん、この番組のガキパラ土曜日にやってた時の、うん、第1回目のゲストも華々しくケンジ君来てほしいねなんて言ってたんだけどね、なかなかやっぱスケジュールの都合とかもあったので、ね、うん、今日5年目にして実現したということで、うん、本当に嬉しく思っております、幸先いい5年目だね、本当ですよね、うん、いやーかっこよかったな、相変わらず、うん、もう数年ぶりですからね、私もお会いしたの、あ、そうなんだ、うん、アルバム武道館、武道館が最後だったと思いますね、あ、そっか、ね、シンディも久しぶりでしょ、そう、10年ドラゴンアッシュ10年目のNHK ライブみたいなのは一緒にやらせてもらって、今度ちょっと改めて飲みにでも行きましょうよ、そうだね、うん、そのマッチがバイトしてたカフェで、いやもうね潰れちゃったもん1年ぐらいで縁起のいい話して終わりだ、すいません、はい、時刻は間もなく11時になります、もう僕たちが最初に出会ったのはケンジ君のスタジオだから、そうだね、うん、まさかあの時はシンディとこんな風に番組を5年も一緒にできると思ってなかったです、5年目を迎えるとは思わなかったね、はい、あ、そうだ、もうよろしくお願いします、よろしくお願いします、そして今夜の当選者発表します、古谷健二さんの際はラジオネームリリカルカルシウムさんに。